じゃあ今日は推しの子を見るということで、推しの子でなんか知ってることとかありますか？曲とかめっちゃ今有名だよ。流行ってますよね。夜遊びさんのアイドルっていう曲がすごい好きで、うんはいはい、そうね、 TikTok の音源とかで踊ってる他のアイドルさんとか女の子を見ることが多くて、うん、確かにめっちゃ流れてくるよね。推しの子って名前からして想像がつかなくって、うん、アイドルが出てくるっていうぐらいしかまだ情報がなくてですね、そう、推しの子の子がどういう目線の子のことなんやろうって、まずそっから推しがいて、でその推しの子供たちの話かなと勝手に推測してます。もう気になるから早く見たいと思いますでは一緒に見ていきましょう。ごっついな。3、2、1どうぞ。この物語はフィクションである。あ、武道館じゃん。武道館熱奏して、かわいい今の子、かわいいアイドルファンというものだこれすごい見たことある。これかわいい。おいちょっとびっくりしたおー、びっくりした。こんな感じなんかな、ファンの人って。なあ、近い近い。なんで患者の病室でアイドルの DVD 流してるんですか？あ、病院の先生待て待て待て。美しいものを見ると健康に良い。メガネかっこいいんだけど。16歳でしょその子、ロリコンですねいや、ロリコンって言わないであげて。アイドルオタクには禁物だからね、ロリコン歌はありぴょんとキュンパンがいいんだけど、ダンスと歌を見てくれるファンの方はすごい嬉しいなって思いますね。生まれ変わったらこの顔がいい。憧れだよね。憧れるよね。愛ちゃんみたいになりたい。もし芸能人の子供に生まれていたらって考えたことはない？一回はあるくないですか？ある、ね、あるあるある、めちゃめちゃある。体形生成性細胞種。しんど、最初からしんどな。結果ロリコンってことですね看護師さんがめっちゃ辛辣。結果ね人の心ある、この子その愛って子が付き合ってって言ってきたら付き合うんでしょ？禁断すぎる、みんな。あ、究極の選択やな。さて昼休みも終わりだ。あ、付き合うんかい。おっと答えへんねんな。あれ怖い。あ、星野さんは初めてですね。見たことあるぞ。えー、え。え？そういうこと？待って、から始まって地上を目指すキラキラなお話だと思ってた。推しの子、推しの子？そっちは順調。今日も問題なかったよ。あ、うん、めっちゃ明るい子。明るいな。こんな感じなんや。うん、愛ちゃん。ちょい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 。本物？やだやだ。わかるよ。なるよね。そうなるよね。そりゃそうなる。そうなるよな。なる。このお医者さんの気持ちめっちゃわかるわ。内緒。可愛い。内緒。許しちゃう、どうしよう。医者としてはそうとしか言えないな。医者としてはね。医者としては、そうだよね、同じセリフ同じセリフ今死ねばワンちゃんアイドルの子として生まれ変われるのでは早まるな。せやで、男と子供がいるアイドル押せる？ねえ、厳しいね。いや、それは難しいところやけどさ。でも君が子供を産めばより高みに羽ばたいていく姿を見ることはできなくなるんだろう。いい先生。あ、いいオタクじゃん。難しいね。東京じゃこうはいかないな。綺麗な目。目が綺麗。綺麗だねやっぱ溢れ出るオーラ隠せないね。困った困った。かわいい。いや、かわいいんじゃなくて。いや、かわいいな。隠せてない、これはね。まあ、アイドル。うん。そう。公表しない。あー、うん、隠すってことね。うん。アイドルは偶像だよ。偶像ね。嘘は、とびきりの愛なんだよ。あー、難しいところだぞ、これは。でも、ちゃんと、プロフェッショナルなんやないかな、この子は。うん。ちゃんと隠し通そうとしてるしね。うん、嘘はとびきりの愛って、いい言葉にも聞こえるし、残酷なことも聞こえる。いやー、結構残酷よな。なでも、それは、成り立つのがほんまに綺麗に隠し通せるこそやんな。確かに、私も、なんか辛いことがあったとしても、政治上で幸せに笑顔を届けたいなって思うから、愛ちゃんの気持ちもわかる。でも、幸せってところだけは本当でいたいよね。みんな気づいてないけど、私たちにも心と人生があるし。そうね。星野愛、僕が産ませる安全に元気な子供。
心強いね。愛ちゃんはいいファンの人に恵まれてるなって思います。てか先生バリいいファンよな。あんまりな、やっぱまっすぐ見てくれるのって自分たちも嬉しい、ね、いやわかる。僕はどうしようもないほど君のファンだ。どうしようもないほど君のファンだって言われたい。言われたい。より安全に。社長もやってるじゃん。社長も一緒にやってる。待って待って待って、あのおじさんやる必要ある。冗談だよ。じゃあ後でな。なんか今名札に書いてあったの。名札に愛いましたよね。星の愛の担当医。誰？ん？何？もうなんか、え？だよ。なんか危険な匂いするよ。もしかしてストーカーか。出産も控えたこのタイミングで。タイミングほんまに怖い。ほんまに怖い。そうだよね。大事な時期だもんね、愛ちゃんがね。まあ売れるとそういうのあるよね。ストーカー被害。くそ。刺されたりしないでの。走らせやがって。え、なんか嫌な予感する。大丈夫なんですか？ホラー映画みたいなリアクションになっちゃった。あの子の子供。ええ大丈夫？やばいって。ああかわいそう。ねえダメじゃんねえ。自分の話とは思わなかったんだから。おめでとう。んちん待って。自分の話やとは思わなかったってどういうこと？めっちゃ可愛い。可愛いんだけど。これが今の俺。これ変わって。可愛い。すごーい。さあ、そういう話？天国すぎる。びっくりした。推しの子ってこと？これが生まれ変わってるやん。むずやん。いい子ですね。アクアマリー。すっごい名前。名前がキラキラネームやって。アクアマリー。いい子町です。よろしくお願いします。あ、これ見たことあるな、ね、このセットの感じ、ね、あの番組似てますね。似てるね、今思ったね。ご飯といえば、この間うちの子が。いや、待って待ってすいません。うちの子が危ないな、これは怖いわ。危ないね。Bコ町のこと知ってるの？知らね、興味もね。うわ、褒めるとこセンターの子の顔面くらいじゃ。ああちょっとちょっと、うん、うわ待って、こういうの言われてたって思ったら、あの子は飯読めない、 P が好きそう。いやこういうのきついよね。裏のこときついな。もうこんなん言わない。これリアル現場やったら怖いな。闇がすごいな。いいものを作るふりして見てるのは数字だけ。数字ね。なんかリアルやな、ね、大人の世界って感じ。大人の世界。うちの愛はマジモンの嘘つきだぞ。あ、来た。めっちゃ聞いたことある。これが聞いたことあるの。これはあれや、ね、流行ってるでな、流行ってるから聞いたことあるわ。取り方いい歌、かわいい。実力をパンって出せるのって本当にすごいな。おむつ替えたばっかなのに失禁しそう。めっちゃしゃべるやん。めっちゃしゃべるやん。めっちゃしゃべってるんですけど。この子の前世誰？うん、すっごいオタクだね。はぁ、死ねよ。ママの才能と美を理解しないエンジェルが。エゴサしてる。ファンの方もするんですかね、エゴサって。ファンの方もエゴサしてくれてる感じ。こういう感じやな、多分。さすがにアイドルに授乳させるのは大人としての一線を超えてしまう気がする。赤ちゃんだよ。子供だけどね。赤ちゃんやからいいのに気にせんくて。娘の私がママのおっぱい吸うのは自然の摂理なんですけど。確かにめちゃめちゃ正論。怖い。難しい言葉使ってる。目の奥笑ってないよ。よかった、合法的におっぱい味わえる女に生まれて。もう全部どうでもいい。やったるか。ダメダメダメ。よくないよくない。やめて。暴露ね、怖いね。ほっといたら危険なのは間違いない。あの机の角とかにちゃんと頭をぶつけても大丈夫なやつとかつけてある。我は神の使いである。かわいい。かわいいな。いやおかしいよ。眩しい。後ろにペンライト置いてある。あ、ペンライトで照らしてたんか。ちょっと待って、光らしてんのさ。ペンライトな、めっちゃおもろい。後ろでそう死ぬ。超具体的。めちゃめちゃ単純。なんやろ、ピュアなのかな、この子は。この人めっちゃピュアやん。なあ、ピュアなあ。将来考えたことなかった。え、なになになに。へえ、なんかさっきのこと見てる。あ、
何？なんか呼んだ？もしかしてだよね、これね。サリナじゃなくない？その子説ない？サリナは前世の名前だし。え？そういうパターン。嘘やん。なるほどね。待って、サリナは前世の名前だしやって。言ってたよ。鳥肌立った今。